はい、どうもこんにちは。マグセーフ大好き人間の渡辺です。ということで、今日はですね、マグセーフ関係のね、話をしていこうと思っております。まあ、iPhone 12シリーズからですね、マグセーフ対応しましたよね。まあ、マグセーフっていうのは、この iPhone のスマートフォンの裏側にですね、マグネットが仕込まれているので、それに対応した、まあ、アクセサリーとかをですね、装着したりとか、まあ、充電するときに、まあ、ワイヤレスでマグネットで充電することができるっていうね、まあ、すっごい濃い便利なものになってます。で、個人的にこのマグセーフの機構が大好きすぎるんですよ。なんで、まあ、マグセーフの、関連のアクセサリーだったりとか、マグセーフのワイヤレス充電器も使ってますし、車載用のですね、マグセーフの、まあ、充電器とかも、使って、車運転するときにですね、スマホをカチャッと、充電しながら、運転したりとかね、しております。まあ、そんな感じで iPhone の12シリーズ以降からですね、マグセーフ対応になって、すっかりですね、マグセーフ手放せなくなりました。まあ、その結果どうなったかっていうとね、まあ、こんな感じでですね、これ、手持ちのこのギャラクシーのスマートフォンなんですけども、こういった、まあ、他社製の、スマートフォン、スマホの本体にマグセーフが入っていないものであってもですね、まあ、こういうケースを使って、マグセーフに無理やり対応させるっていうことができます。もともとね、ギャラクシーとかは、ワイヤレス充電に対応しているので、マグネットでくっつけることさえできれば、これでね、充電することができるっていうものですね。もうマグセーフ本当に手放せなくなってしまいました。まあ、極端な話ですね、マグセーフがついてないと、ちょっと持ち歩くのを躊躇しちゃうぐらいですね、まあ、マグセーフに囲まれてるんですよ。ということで今日はですね、まあ、そんなマグセーフ関係のアクセサリーですね、一つ紹介していきたいと思います。それがですね、こちら。こちらですね、このラミカルのスマホリングホルダーっていうね、ものですね。まあ、これ iPhone 14 Pro シリーズが出たぐらいの時にですね、まあ、新しいものが出たということで、メーカーさんの方からですね、これサンプルを送っていただきました。今日はですね、これをね、ちょっと使ってみようかなと思っております。では、行ってみましょう。はい、ではですね、ちょっと開けていきたいと思います。あ、ちなみにちょっと価格からいきますか。通常価格は2999円みたいです。ただまあ結構割引とかもね、入っていたりとか、まあセールに参加していることも多いので、まあタイミングによってはね、安く購入できるんじゃないかなと思います。ではちょっとね、開けてみましょう。ほい。おー、なるほどね。このケースが白だから白かと思ったら中身は黒でしたね。で、一応こんな感じの中身になってまして、こちらがですね、よいしょ、リングの本体になっております。これを、まあ要はね、スマホの背面に貼り付けるということですね。で、まあ、こちら、iPhone 14 Pro Max、もちろんですね、マグセーフに対応してますので、まずは素の状態で付けてみましょう。はい。おー、来ました。まあ、こんな感じで、まあ、簡単に装着することができます。で、これスマホリングなので、まあ、何がいいのかっていうと、まあ、こうですね、まあ、リングにこう引っ掛けて、持つことができる。なので、持つときにですね、さらにこの安定して持てるっていうのが、まず一つのメリットになります。まあ、こんな感じで、ちょっと手から滑ったとしても、指にこう引っかかってるから落ちたりしないんですよ。で、あとマグネットはですね、かなり強力です。うん、結構力を入れないとですね、取れる感じではないので、まあ、それこそこんな感じで、ブラブラっとしても落ちないです。力をある程度、ギュッと入れたら取れるっていう感じですね。はい。まあ、マグネット強力ですよっていうところです。で、あと、こちらのアクセサリーですね、回ります。ぐるぐるーっとこう回るようになっているので、まあどこからこう指をね、装着しても、まあ使えるようになってます。こんな感じで、まあ360度回りますね。うん。で、あとは、まあこんな感じで閉じてあげると、一応フラットになります。で、フラットになった時に何がメリットあるのかっていうと、まあ、iPhone ってね、結構このカメラ部分の出っ張りがですね、まあ多いんですよね。なので、まあ、これがない状態で、デスクとかにこう置きますよと。まあ、そうすると、結構ね、このガタつきがね、大きいんですよ。このカメラがね、直接こうデスクとかに当たってしまうと、まあ、やっぱりちょっと傷ついたりしないかなっていうところは、まあ、心配にはなりますよね。で、まあ、これを、まあ、装着しとくと、多分伝わると思うんですけど、こっちの方がね、高さあるんですよ。なんで、この状態で例えば、こう置いたとします。まあ、こうするとね、ガタつきが発生しなくて、まあ、要は中央に固定される形になります。なんでデスクに置くときも、まあ、安定してね、フラットに置けますよと。で、さらにこのカメラのところがデスクに擦れることがないよということですね。で、あとさらにメリットになるのが、こちらですね。このリングは、よいしょ、こんな感じでですね、出してあげて、はい、こんな感じですね。これ今、デスク、机の上に、ま、置いてます。まあ、要は、スタンドになっちゃうんですよね。こんな感じで。なので、まあ、例えばこんな感じでですね、まあ、動画を見るときなんかも、もうこれで固定しておけます。
で、そこそこね、ちょっと揺らしたりとかしても倒れる感じはないので、まあ、ある程度安定してね、こう固定して、スマホを置くことができます。で、裏側見ると、まあ、こんな感じですね。で、固定されてます。これ結構地味に嬉しくて、角度の方もちょっと調整できるんですよ。ほぼ無段階で、こう調整ができるので、まあ、自分が今使っているね、状態に合わせて、まあ、角度をですね、こんな感じで調整しつつ使っていくってことができます。うん、最大でこんな感じ、横から見るとこんな感じ、結構ねもう垂直に近いぐらいの角度まで来てます。で、横置きが基本なんですけど、一応縦置きはこんな感じでできるっちゃできます。そんなに安定感はないですけど、一応縦置きもできる。で、角度はもうこれが限界ですね。これ以上やろうとすると、うん、倒れるので、まあ、縦置きの場合は角度はね、ちょっとこんな感じの緩やかな形に固定されますけども、一応可能です。はい、一応こんな感じの製品になってます。まあ、これ結構便利だと思います。で、あとね、ちょっと検証したくてですね、これギャラクシーのマグセーフ対応のケースですね。これでもいけるか。あ、いける。いけるわー。これはね、嬉しいな。一応、まあ、これ他社製のケースとの組み合わせになりますけども、まあ、マグセーフに対応しているので、iPhone 以外のスマホでも、マグセーフ系のケースを使っていれば、使うことができます。これいいね。もちろん Galaxy でも、いけるね。置けます。ちなみに、こちらも、おー、来た。これは、いいぞ。これは、嬉しいね。これ折りたたみスマホで、ね、Galaxy Z Fold 4ですけども、これでも、使うことができます。こういう大きいスマホほどですね、このスマホリングとかあった方がね、持ちやすくなりますので、まあこういうふうに、まあケースもちょっと工夫する必要がありますけども、まあ、iPhone 以外でも使えるっていうのもね、嬉しいですね。はい。で、あとちなみにですね、こちら、ちょっと付属品がね、入ってるんですけども、これですね、メタルプレートがね、入ってます。で、背面これ、3M のシールになってます。これ何をするかっていうと、もう予想できてる方多いと思います。まあ、簡単に言うと、このマグセーフに対応していないスマートフォンとかにですね、こう装着したりとか、マグセーフに対応してないケースに装着して、これを使うことができるということです。まあ、例えばこちらはですね、この iPhone の、14 Pro 用のですね、クリアケースになってます。で、これ装着すると通常マグセーフは使えません。なので、装着するとね、こんな感じになるんですけども、この状態だとね、マグセーフは結構弱いんですよ。だからまあちょっと一応くっつきはするけど、厳しいなっていうところになります。で、こういう時に使いますよね。あと、じゃあせっかくなんでね、これにプレートをですね貼ってみましょう。マグセーフに対応してない、スマートフォンとかに使うのが理想かと思います。はい、よし、これで装着ができまして、まあちょっとクリアケースにつけちゃうとね、目立ちはするんですけども、これでマグセーフ使うことはできます。はい、あ、しっかりくっついてますので、まあ、これだとこのケースもね、安心して使えるんじゃないかなと思います。はい。まあ、基本的には、まあ、このね、リングを使うときは、まあ、iPhone の、まあ、11シリーズとかですね、まあ、マグセーフに対応してない iPhone のケースとかに、使ってあげるとメリットが出てくるんじゃないかなと思います。はい、ということで今日はね、結構地味なね、アイテムなんですけども、ラミカルのですね、こちら、iPhone 用のマグセーフ対応のスマホリングですね。こちらを紹介してみました。まあ、こちらですね、コストパフォーマンスも高い、ね、製品になってますので、気になる方はチェックしてみてください。ということで、今日こんな感じで以上になります。この動画が良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。